皆様どうぞよろしくお願いいたします。東京大学情報学館、特任講師をしております並木と申します。でもうお時間かなり押しているのが最初から分かっていますので、もうどんどん進行を進めていきたいというふうに思っています。で本パネルディスカッションでは先ほど事業者さんを中心とする素晴らしい事例紹介があったと思うんですけれども、それに実際にどのように経営指導員が関わってきたかということをかなり細かいお話を含めて伺いたいというふうに思っています。で、もう早速本題に入りますけれども、まず進め方としては6名の、各経営指導員の皆様から自己紹介も兼ねながら、支援者としての取り組み、それから現状認識についてお話をいただきたいと思っております。松下様、土橋様、三井様、望月様、楠木様、岩尾様の順に大体3分程度、多少伸びても構いませんのでよろしくお願いいたします。岐阜県中津川北商工会の経営指導員松下明則です。よろしくお願いします。座って説明させていただきます。中津川市は津家町の方ですが、古くから遠野ヒノキをはじめとした豊富な木材資源を活用した林業、建築関連業、そして木工業が盛んな地域です。で木工業者の間では木のことがあれ、に何か問題があれば津家町に聞けというような業者間の中では非常に有名な場所だそうなんですけども、知る人ぞ知るという地域で、なかなか一般には知られてない地域でした。また現在では、OEM 生産の事業所が、大半でして、なかなか従業員さんも減っていく、廃業が続いているということで、事業所自体がどんどん減少しているのが現状です。ただですね、早川木工所さんをはじめとした自社製品を開発して外へどんどん売っていきたい、展示会なんかに出たいという相談を商工会にかけていただくような事業者さんもたくさんいるので、そういったところの非常に意欲的な方にできるだけ力になりたいと思って今は支援しております。またですね、木を中心に、木の関連業者が多いということで、木工業者さんを中心として支援を続けていくことが地域の活性化につながると思いまして、できる限りの支援をさせていただきたいと思っています。またですね、今回も早川さん の自社製品をもっと売っていきたいという相談から支援がスタートしたんですけれども、そういった相談を受けた際、本当の課題は何なのかをまず判断することを大事に思っていて、事業者さんのやる気が一番それがないと発展していかないというもので思いますので、大事だと思うんですけれども、ただ私たち指導員はそれにすぐ乗っかってやりましょうというふうではなくて、実際本当に本当の課題は何なのかっていうのを判断するところから冷静に見ていくというのを大事にしようかと思って支援を続けております。はい、釜石商工会議所の土橋と申します。よろしくお願いします。事業者支援に対する現状認識ですけど、今のベースというか大事にしていることが東日本大震災の後に感じたことなんですけど、普段できてないことはやはりいざとなってもできないなということが一つと、あと子に頼るというか子で仕事をする限界というのを非常に感じまして、やはりチームでしっかり仕事をしないとなかなか成果っていうのは結びつかないなということを非常に感じまして、そのことを今ベースにしてですね、仕事の方を行っております。中小企業相談所、うちも小さな商工会議所ですので、相談所、全体で職員が10名ですね。あと契約の職員3名、13名です。で、中小企業相談所が、職員が5名、契約職員2名、全部で7名。私の中小企業相談所では、7人全員で仕事するということを普段から行っております。持続化補助金も、7人全員で行います。今回この前の締め切りについてはゴールデンウィークの後はですね、10日間平日10日間ですけど、会議室で仕事をするということで、なかなか自分の席にいるといろんな仕事がありますので、時間の使い方なんかも考えながらチーム全体で行うということを特に力を入れております。私は担当を持たないということにしておりますので、それぞれ私以外6名ですね、
が担当を持って事業者の側に立って自分のことと同じように支援してもらいたいなということで行っています。私はちょっと一歩引いて第三者的な支援で行うということで、事業者と担当者と私と、まあ、三者面談というような言い方で普段行っています。で、事業者もいろんなタイプがございます。今回の事例の小沢社長の場合はもう事業計画がありますので、特に経営計画をですね一から作るということではありませんので、まあ、見せていただいたものをですね意見交換して修正をして申請すると。ただその中でこういろんな課題がこうあると思います。でそこについてはこちらからすぐ提案するということではなくて、やはり事業者が自ら気づいて意思決定して実行してほしいということで、今回の事例についてはそのような関わりで取り組んでおります。事業者においてはよってはですね、すごく深く入って提案することも当然あります。それは事業者経営者個々に対応するということで行っております。逗子市商工会の三井と申します。逗子市商工会では平成26年から29年度の補助金申請まで108件の採択を、いただいて、商工会の会員さん全会員の約1割の方に事業者が、持続化補助金を活用した事業を実施することができました。持続化補助金の申請の支援をさせていただくと、事業者さんとの距離がとても近くなり、お互いに親近感や信頼関係を築くことができます。そして私たち指導員は事業者さんに50万円を差し上げることはできませんが、50万円の採択に向けたお手伝いをさせていただけることをとてもありがたく思っています。また今まで経営計画をしたこともない商店の方が持続化補助金の申請にチャレンジをされ、一緒に申請書を作り上げたとき、この補助金申請があったから商売の仕方について改めて考えることができたよ、このお店を始めた時の気持ちを思い出したよと、とても喜んでいただけることが私たち支援の励みになっています。そして持続化補助金の素晴らしさを実感しております。逗子市は、神奈川県内で女性の起業家創業者、社長さんがとても多い市になっています。今回高野さんみたいに女性の経営者がとてもたくさんいて、とても元気な町になっています。これからも女性の支援を中心に頑張っていきたいと思います。以上です。静岡商工会所の経営指導員の望月と申します。よろしくお願いします。静岡商工会所はですね、まあ、計画審、それからこういった補助金、かなりですね力を入れている、ところでございます。それ以外にももちろん力を入れておるんですけれども、その中でですね、今日発表いただきました竹内社長とですね、事業承継の前ですね、常務時代から、まあ、お知り合いになりまして、まあ、今6年になりますかね。まあ、今新聞等でもですね事業承継かなり取り上げられていて、これからこうかなり重点的にですねやっていかなきゃならないっていう中での、まあ、社長からいろいろお話を伺ったこともですね、まあ、これからの経営支援にですね生かしていけるのところなのかなと思っております。で、まあ、本当に事業承継って言いますに会社のですね節目という時期にお会いして、いろいろなお話を、まあ、させていただきました。まあ、こういった中でですね、まあ、社長から常々会社をこうしていきたいんだという話、まあ、魂のこもったですね、経営理念、まあ、こういったものをお聞きしておりました。で、まあ、現在6年ですね経った現在でもですねこの経営理念というのは全くブレていないと。で、まあ、このブレない経営がですねこの、竹内館さんの持続的な発展を支える、まあ、一つのファクターなのかなと考えております。まあ、6年間ですね、まあ、お付き合いという中でですね、まあ、いろんなご支援をさせていただいておりまして、まあ、もちろん計画審も、3回、まあ、ご支援させていただいたんですけれども、まあ、今回持続化補助金という話でございますので、まあ、これ竹内館さんに限るお話ではないんですけれども、まず、まあ、持続化補助金はですね、まあ、ビジネスプランの、まあ、構築、まあ、こういったところに関係するところなのかなと思います。まあ、補助金のですね申請書っていうのは全般的にそうかと思うんですけれども、まあ、単に申請書を作成するっていうことだけではなくてですね、まあ、それ以外の部分で、まあ、ビジネスモデルの整理っていう、まあ、こういった面を持っているのかなと思っております。
まあ、この持続化補助金とですね、まあ、申請書にこう思い描いていること、このビジネスプランを落とし込むことによりましてですね、ビジネスモデル、このストーリーをまあ描くことになってまいります。そのストーリーの中にこう矛盾があればですね、まあ、これを修正していかなければならないと。でなかなかの小規模事業者様はですね、社長様ご自身がですね、このビジネスモデルのストーリーっていうのを考えるケースが大半だと思います。で大企業になりますとやはり経営陣かなりいらっしゃるので、まあ、この辺の、まあ、ストーリーというのはこう皆さんで話し合って、まあ、矛盾点を見つけることができるかと思いますけれども、なかなかお一人でですね矛盾を見つけるというのは難しいということで、まあ、経営指導員というこの第三者の目でですねその矛盾がないかということを、まあ、確認をしているというところです。それからまあ、いろんなこう事業をやっていく中でですね、アクションプランいくつもあると思いますけれども、まあ、こういったもののですねアクションプラン、これをこう足りない部分があればですね、こういったものがどうでしょうかということで、追加のご提案とかさせていただいたりとか、あとまあ、アクションプランいくつかある中でですね、まあ、全て同時に行うということはなかなか難しいので、まあ、この時間軸と重要度、まあ、こういったことを考えましてですねアクションプランの優先順位、まあ、これを決定するようなこう意思決定に関するアドバイスなんかを、まあ、ご支援しているというところでございます。ですので、まあ、経営指導員という形でですね まあ、経営全般のご支援させていただくんですけれども、先ほど社長のプレゼンの最後の時にもお話をさせてもらいましたけれども、各事業者さんのライフステージに合わせてですね支援というのを心がけてやっております。以上でございます。はい、失礼します。奈良県御所市商工会の楠木と申します。まあ、私どもはですね奈良県の、奈良盆地といわれる、面積奈良県3分の1のエリアにあります、一番端っこの、町です。知ってる人は知るといわれる歴史の深いところではございますけれども、なかなか発展のしないところではございます。普段私どもの、業務のモットーといたしましては、会員さん事業所と、話しやすい環境づくりということに、注力しております。この、今回の持続化補助金につきましてもですね、事業者さんと寄り添って、事情を聞きやすいように導いております。で私今回発表させていただきました6社の事業連携事業ですけれども、やっぱり6社それぞれの特徴またはそれぞれ強みがございます。それを聞き出して課題共通課題に導くのはちょっと大変苦労はしたんですけれども、何回も何回も話し合いすることによりまして皆様の意思が統一できたなというふうに思っております。で今後もまた皆さんも伴走型支援事業という事業に取り組んでられる方もあると思いますが、事業所に寄り添った伴走型支援ができるように努めたいと思っております。以上です。有田商工会所の岩尾と申します。よろしくお願いいたします。当初 の、まあ、持続化補助金に対する、まあ、支援の方針というのは先ほど の発表の中でも少し話させていただきましたが、すいません、まあ一つのこう経営方針というか、支援のこう指針というのを、まあ、部内、まあ、会議所全体として定めておりまして、まあ、その小規模事業者の経営意識の改革というところと、まあ、持続的発展ができる体制をこう構築していく、事業者さんが構築していくこうプロセスを支援するというところですね。この2点に特に注目しながら、この持続化補助金というところに関しては、まあ、全員体制で関わらせていただいています。先ほど部内で研修をしていると申し上げましたが、まあ、その要項が出た際に、みんながそれをこう頭の中に落とし込んで、そして、まあ、事業者さんが来られた時に要項に合う内容に合うこう見合うものかっていうのをそこの場で即座に判断できるようにする。であとは、申請内容をこう作り上げていく過程でですね、そのプロセスの中で、今までのこの経験の流れですね、採択を受けた、事業所の、内容と採択となった事業所の内容を見比べて、まあ、導き出した、視点っていうのをこう取り入れながら、
作り込みに入るということで、まあ、もちろん事業者さんのを主体とするっていうのがまず一番です。あくまでもこの、持続化補助金ですね、主体は事業者さんであって、あくまでも私たちは伴走型指導、支援ということで、まあ、寄り添ってそこをこう支えるっていうところにやっぱり立ち位置を持っていかないといけないということで、全て私たちがする、全て丸投げされる、それはもう全く違う話だというのはもう全て認識、共通認識として持っておりますので、まあ、そこは全員8人職員全員がですね、そういった意識を持ちつつ支援に当たるということで、この持続化補助金には注力させていただいております。もちろん最終的には3人の指導員が目を通してチェックを行うわけなんですが、まあ、その時点で、まあ、現在の状況を申し上げますとかなり修正する部分は減ってきているなというところで、まあ、職員全員のスキルをこう上げていく、支援者としてのスキルを上げていくっていうところにもこの持続化補助金一つこう私たちの身にもなっているのかなというのを感じています。まあ、それと合わせて事業者の方々が、やはりこれあくまでもプロセスですので短期的にはですね補助金を活用して販路拡大につなげていただく、売上を上げていただくということなんですけど、中長期的に見れば事業者が、持続的発展を図るこう仕組みを構築すること、これこそが目的だと思ってますので、やっぱそこをこう忘れずに、日々支援に励んでいるというところが、まあ、取り組みというところですね。以上です。各パネラーの皆様どうもありがとうございました。で事業承継のお話ですとか IT の活用とか日々 の経営計画をどう立てているのかとか本当に聞きたいことはたくさん多岐にわたるんですけれども、この後は少しテーマ別に皆様の話をちょっと整理しながら、パネルディスカッションに移っていきたいと思っています。